ブラックフェローズの拓郎です。ギターをレスポールを弾いてます。サザンロックって言うてますけれども、もう音楽全部が好きやし、いいものを残す、大好きなものを伝える、楽しんでもらう、世界を平和に導く、そういうことを考えながら音楽活動をしてます。本気で。ブラックフェローズってもう一遍聞きたいんだけども、はい、サザンロックやってるよね。で、全員いくつ？24歳です。昭和の62年、うん、最後らへんですね、昭和のね、うん、で、そんなんをその年齢でやってる人ってまあ普通はいないと思うよね。で、そのきっかけをもう一遍聞きたいんだけど、ブラッククローズに出会いました。バンド名似てますけど、ブラックフェローズ、ブラッククローズ。ブラッククローズからブラックフェローズが来た。そうですね、うん、かすかにその名残はあります。あ、ブラックフェローズっていう名前はちょっと悪い友達みたいな、そんな感じ。うん、そうです。まさにフェローズっていうのがもう悪ガキ集団だよみたいな、そういうことを表現してる。でも俺すごいなって思うのは、ブラックフェローズのライブ見て、でほんまに全員がね、1970年前後のファッションで音楽でサウンドでやれてるのがものすごい珍しいことって思ってんけど、まあただ好きだから。で、今の時代はその流行とか本当になくて、何かその出会ったものにガーッて入っていくっていう感じ。まさにその通りですね。で、俺が思うのは、ブラックフェローズすごい個人的に好きやというのと同時に、まあプロ目指してるバンドやと思うんだけど、プロになれそうにない音楽をあえて選んでるやない。その辺どうなん？過去の音楽に対する憧れはあるけれども、その人たちはその時、まあ、60年やったら60年、70年やったら70年、うん、その時の今を生きてたわけで、それが素晴らしいと思ってる、うんうん、だから僕らも今であることはしないといけん、いけへんと思、いけないと思ってるから。でもまあ言うたら、世間別にしてしまえば、ブラックフェローズにとってオールマンブラザーズが旬やったらそれが旬やもんな。あ、そうですね。うん、とは思う。ああ、確かに。うん、何かこう新しいものを無理やり作る必要もないと思うし、うん、無理やりは作らないんですけども、うん、だからそうですね、プレイヤーとバンドマンの違いですね。うん、ほんまにこのプレイをしたいんやっていうのと、うん、あと曲を作るってなると全く同じことをするわけではないから、うん、今生きてる時代の中から感じること、あと何十年前の音楽から感じることっていうのを、うん、音とか歌詞とかに出して、うんうん、伝えたい、自分から出していく、それが多分プレイヤーと、うん、バンドマンの違い、うんうんうん、中から来る、うん、その頭で考えたことじゃなくて、こう原始時代から持ってるこうわーっていうような、うんうんうん、そういうもの、それがたまたまサザンロックやった。そうですね、うん、もちろん変わっていきますよ絶対、うん、それだけに現に他の音楽にハマっていったりもしてますし、うん、もしかしたらサザンロックは経過点やっただけに筋にないかもしれないし、10年後とか見てみたら、うんうんうん、めちゃくちゃやってたりするかもしれないですけど、うんうんうん、でも、うん、その愛は変わんないでしょうね、うんうん、サザンロックに対する、うんうん、一つ僕はブラックフェローズに出会って、まあ、まだ1回しかライブ見てへんねんけど、僕らの先輩方、僕らも実際体験してない、まあ、時代の音楽をブラックフェローズが演奏してて、できっとその時代の人らっていうのは音楽っていうのが、まあ、音楽を超える瞬間っていうのがしょっちゅうあって、うん、で
それはまあ言ったなんか宗教的なトランス状態みたいなもんであったりとかしたと思うねんな。でそういうのをこいつらってこう感じて、でその毎回演奏しててさ、なんかこうすごい世界に行くっていうノリとは超えたこうそう、世界に行くってことはまあおそらくないだろうけど、たまにこいつらはそういうこと感じてんのかなとか、そんな思ってんけどな。それを自然にするのが、さっきも話したジョージ・ハリスンのああいう宗教的思考まして、これほんま紙一重の話だけど、僕は生きることに対して悪いことではないと思います。もちろんリスクはあると思いますけど、それでほんま自分を探しに行けんねんったら、行きたいですね。ロックミュージシャンの俺のイメージは、それは芸能人であることは間違いないやろし、娯楽を提供する人ではあることは間違いないんやろうけど、やっぱりどっかこう求道者というかな、僕はロックそんな風に捉えてきて、求道者とはどういう意味ですか？道をも求める、そういう部分で俺はすごくこう子供時代捉えてたところがあって、でもちろん人間ってこう悟りを開くなんてことはできんねんけど、例えばその昔キリストさんとかお釈迦さんとかが歩いた道をロックという音楽を通じて歩いた人が多いんじゃないかなと。あジョージ・ハリスンってのはそういう人なんかなっていう、まあ、ジョンもそうだったかも分かんないし、ジミヘンやミック・ジャガーもなんかそういう要素があったのかも分かんないんだけど、そうですね、みんなだから難しいことですね。探してるんですよ、ほんまに。探してると同時に進んでますよね。答えは死ぬ時に分かるんですよね、多分ね。それは分からん。死ぬ時でも分からへん。死ぬ時でも分からんね。けど、どこまで行ったかっていうのはでも分かると思うんですわ。俺ここまで来たな。もう一回生き返って。そういう目的でもロックミュージックがな。CD 何枚売れたとかな、観客動員なんぼとか、それは大事やねんで、社会やし経済回して、で言うたらロックミュージシャンなんてそこである程度経済的な結果出さへんと、まあ、ただのなんていうの、趣味でやってましただけなんやけど、そこにあまりにもフォーカスされると、どういうかな、もともと持ってたロックの趣旨みたいなのが、崩れるよな。そうですね、たまたま好きでなんか自分をすごい表現していたから、振り返ったらすごくビッグビジネスになってたみたいなのが、ロックの理想なのかな。そうですね、確かに理想ですね。それだから変えたらあかんし、そうですね、理想は理想なことは間違いないですわ。やっぱり、まあ難しいな。だから拓郎だって売れたいやろ。そうですね、ブラックフェローズでビッグになりたいと思う。でもなんかビッグになるような投げかけは特にしてないよな。俺ら今好きで好きなことやってて、まあ一人でも好きになってくれた人がおったらええっていう、そういう姿勢でやるよな。はい、そうですね、うん、でもやっぱり他のバンドでは、さっきもの話にちょっとだけ戻りますけど、体験したことないような感覚をライブで、ライブでそのエネルギーを伝えたい、それにそのさビッグネームっていうのが伴ってきたら、それはより良いことですけど。あ、そうか。拓郎自身はこう生きていて、で、まあ、今は建設関係のアルバイトしながらバンドやって、いわゆるフリーターでバンドやってるんだけど、その人生どんな風に捉えてるの？そこら中から影響を受けますね、その今までやってきたアルバイトにの人からもみんな
影響を受けるし、うん、男気を感じることもあれば、うん、まあ正直あこの人はこういうとこがあかんなって悪い面を受けるとこもあるし、うんうん、みんなに感謝してますね、うん、でどんどんそうやって人をかって見ていっとったら面白いですし、うん、あの魅力的に見えてきますね、うんうんうん、でそうやって接してると何か助けたいなっていうことが出てきたりとか、うん、まあ子供さんが最近の話で言ったら、うん、ちょうちの子供がギター始めたい言うてんねんって、うんうん、あほんなら僕の DVD 貸しますよと言って、うん、コード書いて持ってきてや言うから、うん、なわかりました明日持ってきます言うて、うん、G とか C とか超簡単なこと書いて、うん、で子供にほんなこれ渡しとってくださいって言って、うんうん、でも子供がねちっちゃい子が興味持って自分の好きなことをやろうとしてくれてる、うん、だからそのお父さんと濃くちょっとお話しすることができたから、うん、その子供の話を僕にしてくれて、うん、で僕が返して、うん、多分そのうち子供がから、うん、もう子供よりももう友達ですけど、うんうんうん、こういうコミュニケーションができる、うん、だから人みんなから影響は受けますね、うん、でそうやって付き合ってきた何年前の人とかもまだ会いたいですし、うん、まあお店をやってる人とかもいるんですけどたまに足を運びますし、うん、思い出しますね時々昔の人のことも。で音楽いうのはそのまあ音楽を聴いて音楽をやるいうところも大きいんやけども同時に日常の中のいろんな受けた刺激が体の中に溜まっていって、うんそれが何かの表現の形で出てくる。それが別にカバー曲であってもオリジナル曲で出てくるんやろな。出てきますね、うん、もう男気を感じたらそのことを歌いたくなるし、うん、音楽も一緒やけどもういいものは残っていくと思ってるから、うんそれを伝える、うん、こんな人がおるで、うん、俺は感動した、うんうん、そういうのは自然と出てきますね。俺ブラックフェローズのね、ライブを見た時に、まあ、合間合間の MC で俺らがええと思ってる音楽、うん、信じてる音楽があってでそれをまあちょっとでも伝えたいみたいな、うん、まあちょっと結構だからそれは宗教チックなことでもあるしそれが単純に本当に好きっていうことでもあると思うんだけどとにかくその自分らがこう何かこう感動の新バイブレーション振動みたいなのを伝染したいそのためにバンドやってるような感じを受けた。それは半分以上占めるでしょうね、うん、その気持ちは、うん、特に僕は強いですね。でもお前なんかさ大真面目でさお前があのステージで喋った時なまあ、世の中の人と人がこう調和する、うんことを目的にしてるみたいなこと言うやない、うん、そうですね僕あの日言ったことは覚えてますけど、うんちょっと相手の気持ちに相手のことを考える相手に何かをしてあげるそれが平和のにつながると思いますって言ったと思うんですけど、うんうん、あれ何だ前の質問なんでしたっけ、うん、だからそのバンドの、ステージの MC で表現される部分が、まあ、その自分なんか感動した表現、うん、感動したものをこうバイブレーションをまた伝染していきたいという、うん、そういう目的を持ってる持ってます、うん、だから単純な話ですよ、うん、美味しいでこれ、うん、みんなに紹介する、うん、めっちゃええ音楽やでこれ、うんうん、紹介する、うんうんうんそれです俺ほんまブラックフェローズが売れるかどうか言ったら分かれへんわ、うん、売れへん確率が相当高いと思うねんなそれでもすっごいええバンドやと思うねんで俺がこのバンドは絶対ええと思ったらええねんな俺の中では、うん、ブラックフェローズは絶対ええバンドやねんな
でも社会的に結果出すかどうか分かれへんやん。それはどう不安とかないの？正直ありますよ、うん、やっぱりそれでお金を手にしようっていう頭が隅っこにあるわけですから。それプロになろうとするわけやからね、はいはい、うん、それができないっていうことは音楽をする以上に大切な生きるっていうことはできひんっていうこと、うんうん、でまあ別に違う道に生きてってもでも音楽は続けることはできるんですけど、うん、でもブラックフェローズはそれで食いたいんや。そう、うん、だから難しいとこですよね。そこに正解は僕はまだ見つけてないです。どうすればいいのかっていうのは。俺は売れたらいいなっていうのは持ちながらどっかに置きながら、でも押し付けないで自分らの好きなことをやり通してたらなんとなくそこに共感するやつ集まってくるかなとは俺は思う、うん、僕はだからそれを夢見てますね、うん、だからそれにこうすればいいんだよ、絶対そうなるよっていう答えはない、答えはないけど自信はあるんですよ、うん、だからその子好きなことをそれ今言ったようにパッて光り輝くもので自分らが常にあればそういった集まってくる、うん、今言ったことと全く一緒ですね。バンディさんが今言ったことと、うん、やってれば集まってくる。それを僕らは目指します。だ、うん、からブラックフェローズは自分らがええ音楽をやってるのに認められへんこともこれからいっぱいあると思うね。でレコード会社のオーディションなんか受けたらまず通らへんと思うわサザンロックでなあ、もう言うたらほとんどこうロックのジャンルの中ではかなり絶滅種に、うん、入るやつをやっとるから。でもその時日がまへんでな、やってたら寄ってくるんちゃうかな、うん、いや絶対負けないですね。 それには、うん、いやだからまあそう負けないというよりはその リラックスして、うん、まあ分かる人には分かるんですよ、でも、うん、それも無縁なかっただけでみたいな感じで振る舞っていけば確率の中におるからな。ブラックフェローズ好きなやつが。そうですね、うん、俺はそう思うんだけど。いや僕もそう思いますよ、うん、ほんでブラックフェローズがやってる音楽っていうかまあ目指してる方向がな今の音楽にちょっと非常に欠けてる部分でもあると思うね。BGM 化しすぎてるから。あ、集中力いる音楽やん。ブラックフェルトの音楽に聞く人も言うたら集中力持ってもらうな。そうですね、曲は長いしさほんまにその通りですわ。エネルギー使いますもん音楽聴くって。ほんまに本来、うん、で今はこれ BGM でだーっと一日中音楽流してて何聴いたか覚えてないような聴き方してるから、そうじゃなくてこう音楽が音楽を超えるような瞬間が、うんうんうん、まあそれしょっちゅうあったら早死にしちゃうけど、うんうんうん、ごくたまにそういう奇跡な瞬間を作ってもらいたいなって、うん、俺思うんだけどな。僕も作りたいですし、うん、作ってる人も見たいですし、うん、だから例えば拓郎は音楽を演奏してきてそういうことを感じた瞬間ってあるの？あ、もちろんもちろん。それはどんな時？まさにあれですね、時間が止まるというか、うん、1秒、2秒、3秒ってこう一定の間隔で時間は進んでるんやけども、うん、もうめっちゃ細かく感じますね、うん、フレーズをタン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 っていうのがもう時間は横軸に進んだけど縦にものを感じてるみたいな、1秒の中に永遠があるみたいな、うん、そうですね。とにかくどういう感覚なんやろね。うわ難しいですね、言葉で表現するっていうのは、うん、だからライブなんですよそれは、うん、そこにいれば多分体感できる、うんうんうん、体感ささないとダメやし、うん、短く長く感じますね。その瞬間は多々あります、うん、それを大勢の人に感じてもらいたい。感じてもらいたいですね。
そのためには自分も感じないといけないし、うん、それを表現できるようにならないとダメだし、うん、一人でやってるわけじゃないし、うんうんうん、波を共有する、うん、波をここで波ができてたの波をこう聞いてみたいな発信していく、うんうん、俺思うねんけどな、それはロックなのか音楽全体なのか分かれへんねんけど、うん、多分その、まあ、ちょっとスピリチュアルな話になるけど、魂っていうのはもう全体がだーっとあって、もともとは別々じゃないのがこう別々にこう分かれてこう生きてるような感じがあって、うんうん、でそれはそれでこう社会という人生というゲームの中で僕らはこう自分と他って分けて生きてんねんけど、ロックでこうロックって結構幼稚やん音楽の、うんうん、無邪気というか、うん、まあ言ったら、まあ一般的に言ったら大人が子供に変えるためのツールがロックンロールみたいなところあるねんけど、でそれでロックでビートを共有した時に、あみんな一体なんやっていうのを感じるためなんがロックなんかなとか思うことがあるねんな。ああなるほど、うん、ありますね、そういうとこは一番強いかもしれないですね、うん、他の音楽ジャンルに比べると、うん、ちょっとバカバカしいやないロックって言ったら、なんていうの、ちょっとあの冷めた目で見る恥ずかしい音楽じゃない俺がロックンロールやってるけど、そうか、ね、幼稚でさ無邪気でさ、そんなですね、うん、なんか、ね、あんまり背伸びできる音楽でもないよ確かに、うん、まあ、でも楽しいっすよ、うん、それが、うん、やっぱり子供でありたいと思うし、うん、そうやな、ロックやってた子供のまま生きていかなあかんからな、はい、ずっと子供でありたいですね、うん、この子供でいる音楽ですね、うん、ちょっと今そういう考え今までなかったですけど、ちょっと今聞いて、うん、あ、その通りやわって今思いました、うん、あのサラリーマンのな、ちょっとギラギラしたおっちゃんが今ロックコンサートよくるやん、でその人があのロックのスターを見て、例えばローリングストーンズ見て、まあ、仕事帰りでスーツのまま着てる人が無邪気に踊ってって、そのダンスのステップもかっこ悪くて、でもそれはすごく素晴らしい、かっこいい、無邪気っていうかな、うん、まあ俺とか孝太郎み、あのごめんごめん、あの拓郎みたいに生きれる人少ないね、この状況でも俺らみたいな、なほとんどの人は制約の中で四角い世界の中にいてて、でその人らは一時的にでもその子供に返してやる、でもこれ俺らの仕事かな、あ、ほんまですね、まさにその通りですね、うん、そうでありたいですね、うん、だから子供に返してあげたいですね、うん、その人も高校の時はバンドやってたのも分かれへんねんけど、うん、まあ社会出たらなかなかバンド、まあ今は最近は親父バンドも多いし、うん、社会人バンドも多いんだけど、でもやっぱりこう折り目正しいこうまっすぐに引かれた線の中で、四角い建物の中で、右見ても左見ても白い壁で緊張してこう生きてるんやろなって思うね、うん、夢はやっぱり見続けて、うん、夢見るタイミングっていうのは必要だと思いますね。ほら、例えばな、拓郎は24やから、友達はもう就職してるやつも多いやんか。ね、まあ昔髪の毛長かった友達もパンクヘアしてた友達も、まあそれなりのヘアスタイルにしてスーツ着てる友達が増えてきてると思うよな。それに比べて自分はラッキーやもん。思いますね。でその人らに対してなんか返そうとは思う。思いますね。その人らの犠牲の上に今は拓郎がな、好きなロックをやれてるとして、お前のできる仕事、ごめんなさい、もう一回だから、だから拓郎の学校の友達が40人いたら、40人のうち35人までが、まあ、就職して、うん、制約の中で生きてると思う、うん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 、でその人らとは別に自由を選んだお前がいてて、うん、でそいつらのために
お前のロックでやってあげれることみたいなのどんなことかなっていう。まあそいつは子供に帰れたらそれでもう一番いいと思うんだけどな、うん、まあでもそうはいかないですからね。まるっきりこっちに来れるかって言ったら絶対無理ですし、うん、でも理解ですよね、うん、僕らも彼らのことを理解しないといけないし。そうやね、それが大事やんな、うん、で多分最初って一番最初パッと入ってきて、お互いがお互いを見下したような感じに落ちると思うんですよ、うん、最初は、うんうん、スタート自由に生きてるやつは飼い犬になって俺らは保証ない怖いというか現実離れしてるところがあって、うん、こっちの彼らから見たらそう思うかもしれないですけど、うん、なんかいらないよ、ね、さっき好きなことやるよ、うん、でも向こうは拓郎をドロップアウトした人と考える。そう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 、うん、何なんていうの、まあ簡単に今の言うたら安定っていう言葉が、うん、何安定を選んどんねん。最初は多分そうなんですよ、うん、って言ったら理解もう分かるし、うん、からそうするのがほんま社会の秩序を取っていくために必要なことやと思うの一つやとも思うし、うん、僕らも社会の秩序を取っていくために必要な存在でもあるんですよ。そうや、役割がある、うん、自由に生きてるやつは自由に生きれてない秩序の中のやつのためになんかせなあかん。そうですね、うん、そのために信念を持ってその生き方をしないといけないし、うん、それを表現もしないといけないし、うん、だから僕らは物質的に価値のない生き方をしてますね多分、うん、物質的にね、うん、だって音楽なんて別に残らないし、うん、物質じゃないから、うんうんうん、ちょっと芸術でも絵は残ったりとか写真も残ったりとかするけど、うん、ほんまに価値の物質的な話で言ったら価値のないことやとは思うんですけど、うんうん、でも一番心に訴えれる、うん、リズムとメロディーと、うん、いろんな人に、うん、もうでもその俺拓郎と話しててな、すごい大人や思うよな、ある部分で言うと。でそんだけこう社会っていうのを見てて、で自分とは違う生き方の人に共感できていれば、その人らに返せるものが、まあ、おのずと見えてくるやん、うん、おかげさんでほとんどの人がそうやってこう、まあ、四角い世界の中に住んでくれてるおかげで、僕らはその空いてるスペースで自由に生きてるから、うん、なんか返しますよっていうミュージシャンは仕事になると思うよこれ。いや僕ほんまに今まで世話になってきた人にはみんなに、そういう四角い世界で生きてきたみんなに恩返ししたいし、うんうん、実際今現状アルバイトしてるっていうことは、まあ自由に生きてるつもりではいますけど、うん、一旦はそういう世界にいるわけだから、うんうんうん、うん、恩返ししたいですね。